音符の部位の名称音符は西洋音楽の楽譜において音を書き表すのに使われる符号である。音符は五線符などの中で相対的な音の長さと時間的な位置及び高さを表す。また音下によってその形が異なる。それぞれの音符は、不等、不みき、不備の三部分からなるが、不備を書くもの、不みきと不備を書くものや、不頭が、 白抜きのものがあると不備をまとめて不備と呼ぶこともあり、また棒を不備、旗をふまりと呼んでいる場合もある。時間的な位置と音向は五千譜の中で歩頭の位置によって示される。音符の体になるものに休符がある。休符は音の出ないことを表す。休符には音向がないので原則として不評上の一定の場所に書かれるが、一つの不評に複数の成部が書かれるときや、 電ンで繋がった音符の間に短い休符を挟む、時などは適に上下に移動させる。2分休符以上の休符は、付箋との対応関係を満たさないように移動させ、5線の外に出た場合や付箋がない場合には下線を用いる。音符や休符は原則として続けて演奏される。基本的な音符の長さは、全音符を基準として、2分割あるいは2倍を繰り返すにのべきの体系となっており、 文音符の丸に入る数字も2のべき乗数である。アメリカ式英語、ドイツ語、イタリア語は16、32、64などの数字を助数で言えば良いので日本語と相対していてわかりやすい。イギリス式英語、フランス語はそれぞれ独自の言い回しで慣れが必要である。パート符などで数小節休む時に全給符がまとめられる。前述の通り、 一小節休みには全給付、二小節休みには倍前給付を使うが、それ以上八小節休みまで、それぞれ独特の形を持っている。また、それとは別に、付記する数字の数だけの小節を休む給付があり、これは、小節数によって、形が変わらない。下の図で9小節の休みとなっているものがそれである。現在では、 前者はあまり使われず、後者が多く使われる。なお、これらの給符に、定まった日本語の呼び名はない。学譜ソフトや、シーケンスソフトによっては、連続給符、超給符、大給符などと呼んでいる。付点副付点三重付点音符付点,音符,付点音符は、不頭の右に点を付すことによって、元の音符の1.5倍の長さを表すものである。 例えば、不点二分音符は二分音符と四分音符、不点四分音符は四分音符と八分音符、不点八分音符は八分音符と十六分音符を合わせた長さである。点は、真右につけるが、現代の楽譜では、不頭が、線にあるとき、すぐ上の間にずらして読みやすくする。一打に、複数のパートを書く場合には、下のパートですぐ下の間にずらすこともある。 ある音符の半分の音下の音符の普点音符と元の音符の4分の1の音下の音符を並べると全体で元の音符長さとなり、このような組み合わせで使われることが多い。この場合、概ね19世紀初期の作品までは必ずしも0.75、0.25、すなわち3、1の割合に分かれず、2、1、5、1、7、1といった割合で演奏すべきものがある。また、 6拍子、9拍子、12拍子、18拍子、24拍子といった複合拍子で一拍の長さを表すためにも使われる。古い楽譜では、ともそのものに元の音符の0.5倍の長さの音下があるかのように、点を元の音符の長さだけ離して書いたものがある。この場合、付点を上、または下にずらすことはしない。不点九符は不点音符と同様に、 給付の右側に点を付すことによって、元の給付の1.5倍の長さを表すものであるが、実際に多用されるのは、付点8分給付、付点16分給付などで、付点2分給付や、付点4分給付などはあまり使われない。付点音符、付点給付に対して、付点のついていない音符、給付のことを単純音符、単純給付という。副付点音符は、 ふわ玉の右に点を2つ付すことによって元の音符の1.75倍の長さを表すものである。ふわ玉の右に点を3つ付すことによって1.875倍の長さを表すこともある。同様に N 個付すことによって倍の長さを表すこともある。しかし実際には不点が3つ以上ついた音符が使われることは稀である。ショパンの 24の前奏曲第3番と長長に30不転音符の要例がある。また、リストのパガニーニ大練習曲第2番にはよえ、不転音符の要例がある。複不転給符も複不転音符と同様の基準によるが、実際には滅多に使われない。蒸気システムでは、基本的な音符を2等分、4等分、8等分、16等分、2n 等分することはできるが、 三等分、五、七等分、九から十五等分、することはできない。また三拍子、六拍子、九拍子、などにおいて、不点音符を四等分、八等分、十六等分、するときにも連符を使わなければ表記が複雑になる。そのような音化を表記するために連符が用いられる。下の図で最初の連符は、 その合計の音波が2分音符2つ目以降は全て4分音符である。その他の長さを正確に書き表すためには音符の場合には体を用いて音波を結合する。休符の場合には単に並べるだけである。また音符、休符の長さが算術的に一つの音符、休符で表せる長さである場合も表紙感が一見してわかるように複数の音符を用いて タイで音歌を結合するまたは複数の給付を並べることがある。日本語の文字コードを定めた JISX0213 に規定されている音符類の記号の対応するコード及び名称を示す。絵文字以外のものはテキスト向けに用意されたものではなく書式情報を組み込むことで楽譜を書くことができる。ただしグリフがそのように実装されているフォントは無地化など少数。 ありがとうございます。